はい、キーちゃんです。ゼロベースワン、ザ・ファーストツアー・イン・ジャパンということで、やっとお知らせが届きましたね。はい。今回も申し込み方法が少し複雑なので、そちらの解説と、コンサート会場についての話、最後は前回の当選傾向もお話をしていきたいと思います。それでは早速、日程の確認からしていきます。今回は、愛知県と神奈川県での開催となっておりまして、全部で5公演となってますね。そして、申し込みのチャンスは全部で5回ということで、それぞれ申し込み期間が異なりますので、応募お間違いのないようにしてください。はい。それでは、ここからが申し込みの注意点ということで、解説をしていきたいと思います。まずは簡単なところからということでですね、申し込み枚数なんですけれども、1公演につき2枚までということで、同行者に関しては非会員の方でも OK というふうになってます。はい。そして本題はここからなんですけれども、まず申し込みは1回だけ。どういうことかというとですね、例えば1回目の申し込みをしたとしますね。で、1回目の申し込みで、私、キーちゃんは11月29日に申し込んだんですけれども、やっぱり他の公演も行きたくなってしまって、12月4日も追加で申し込みをしました。となった場合、2回目の申し込みの方が有効という風になってしまい、1回目に申し込んだものが無効になってしまうんですね。はい。つまり、申し込みは1回だけ。というのは、最後に申し込んだもののみが有効になるということなんです。はい。そしてですね、同行者での申し込みも1カウントされるということでですね、例えば同行者のアザラシさんが11月の29日、キーちゃんに代わりに申し込みをしてもらった後に、自分が今度は代表者となって別日にね、申し込みをしてしまった場合、この場合、同行者のアザラシさんは2回申し込みをしたことになってしまうんですね。ということは、お申し込みが複数になってしまったということなので、1回目の申し込みが無効になってしまいます。はい。この場合は2回目の申し込み、12月4日、代表者アザラシさんと同行者モモンガさんのみの応募が有効となってしまうので、必ず同行者であっても2回の応募にならないように気をつけるようにしてください。はい。続きまして、同行者の入れ替えが不可ということで、こちらも少しわかりづらいですよね。はい。まずは、代表者のキーちゃんが11月29日に同行者をアザラシさんと設定した場合、12月4日、別のモモンガさんとの登録ができないんですね。必ず同行者を連れていく場合は、すべてアザラシさんにしないといけないというわけなんですけれども、そもそも申し込み画面進んでいくと、同行者の登録が1人しかできないので、必然的に申し込みは1人だけしか選ぶことができないという風になってます。はい。そして、同行者の入れ替え不可、丸2というところなんですけれども、例えば、申し込みは1回ずつということで、代表者キーちゃんが最初にアザラシさんと申し込みをして、アザラシさんが今度は入れ替えて代表者として申し込みをした場合も、こちらも2回申し込みをしたというふうにカウントされてしまうので、1回目の申し込みが無効となります。続いてですね、同行者の入れ替え不可、丸3ということでですね、例えば代表者のキーちゃんが1回目の申し込みではアザラシさんと応募して、2回目の申し込みではモモンガさんに入れ替えた。はい。この場合も2回目の申し込みが有効となって1回目の申し込みが無効になります。はい。だんだん仕組みが分かってきたんじゃないでしょうか。ということで同じ要領で見ていくとですね、人数の変更も不可ということになります。申し込みがそもそも1回しかできないので、
例えば11月29日は2枚で申し込んで、12月4日は1枚だけの申し込み。これができないんですね。はい。なので、最速選考でお申し込みをする場合は、一人で申し込むか、同行者を連れて申し込むか決めた場合は、すべて固定をしたまま申し込みをしなければいけないということなんですよね。じゃあ、11月29日は友達と日程があったけれども、12月4日どうしても一人で行きたい。そうなった場合、どうすればいいか。はい、答えは簡単です。違う選考で申し込みをすれば OK です。今は最速選考の申し込みなので、最速選考で例えば同行者をアザラシさんと設定して申し込みをした場合ですね、こちらの選考が終わった後に、今度は会員選考が始まるんですね。この会員選考の時に同行者を入れ替えたり、人数を変更して申し込みをすれば、それぞれ別の人とコンサートに参加することができるということになってます。ここまでは大丈夫でしょうか？はい。申し込みの仕方については以上となります。続きましてですね、プラスナンバー ID についてお話ししたいんですけれども、こちら、同行者を設定する場合にも必ず登録をしなければならないんですけれども、これ何かというと、電子チケットを使用するときに必要になる ID なんですね。同行者もフルネーム、電話番号、プラスナンバー ID を入れての申し込みが必要になりますので、事前に準備が必要になってきます。はい。これを見るとお分かりかと思いますが、同行者をね、あらかじめ設定して申し込みをするので、当選後に同行者の変更ができないんですよね。残念ながら。必ず行ける人と申し込みをするようにしてください。そしてですね、この電子チケットが結構厄介でですね、初めて登録する方に関しては、顔写真の登録が必要になってくるんですけれども、こちらがですね、チケットが発券される際に、自分の顔写真がチケットにくっついて表示されるんですね。なので、分配チケットに関しても、その登録した本人しか行くことができないので、注意が必要となっています。そして、登録する顔写真については、3年間変更ができませんので、写真登録の際はですね、必ず後悔をしない写真を選ぶようにしてください。はい。ということでですね、申し込みについての注意点は以上になるんですけれども、続きまして会場についても少しお話をしていきます。まず、今回が愛知スカイエキスポホール A ということでですね、キャパかなり狭いですね。5000から8000席ということなんですけれども、こちら人数が少ないからといって見やすいかっていうとそうでもないんですよね。なぜならフルフラットだからですね。基本的には、縦だったり、斜めだったりする使い方もあるんですけれども、横長で使うことが多いんじゃないかなというふうに思います。デメリットとしては、フルフラットになるので、埋もれてしまう可能性が本当に高くなってくるんですよね。なので、かなり見づらい席が発生してくるんじゃないかなというふうに思います。はい。一方の、K アリーナ横浜に関してはですね、キャパが最大23,000席ということなんですけれども、逆にこちらはですね、アリーナが最大2割の方しか行けないというね、かなりの狭き門になってます。そしてですね、なんと天井席と言われるレベル7の席が6,800席と、どのエリアよりも一番多くの人が割り当てられる席数となってます。天井席が多いのってびっくりですよね。やはりですね、レベル5、レベル7に関しては、本当に遠く感じますね。Kアリーナにもし行かれる場合は、レベル3までが当たり席というところで、特にレベル7に関しては、席によってはね、かなり見づらい席が出てくるので、覚悟が必要
ということになってきますね。はい。で、逆にですね、愛知スカイエキスポに関しては、まあ、全部フルフラットということで、見づらいところはあるかもしれないんですけれども、そもそも会場が狭いので、まあ、いい席が当たる可能性ももしかしたら高いかもしれないですよね。で、逆にですね、K アリーナ横浜については、キャパが2万あるので、当たる確率も愛知よりは少し高くなるんじゃないかな、というふうに思ってます。最後はですね、前回のファンコースターとの騰落傾向についてお話をしていきたいんですけれども、まずですね、前回は当選確率すごく高かったです。第一希望の当選確率が一番高い傾向がありまして、ほぼほぼみんな当選してたんじゃないかなというふうに思います。なので、1公演目に何を入れるかが本当に重要となってきます。前回はですね、複数当選はほとんど効いていないので、ほぼほぼ1公演目、もしくは2公演目に申し込んだものが当たりやすい傾向だったと思います。最速選考でたくさん当たるっていうのは、ほぼほぼないんですけれども、じゃあ、すべての公演行きたい人はどうしてたかっていうと、やっぱりその後の全部で5回応募のチャンスがあったので、すべてに応募して全部の公演に行くという人は結構いたと思います。そしてですね、前回 K アリーナで開催されたんですけれども、当選率がかなり高かったということもあってですね、一次選考の人でも天井席が本当に多かったんですね。会場の8割ぐらいは多分一次選考の人で埋まっていたので、アリーナからレベル7の天井席までぎっちり人が入っていて、二次選考以降が、まあ、天井席の中でもさらに一番後ろの座席の方、もしくは各エリアの端っこや後ろの方に割り当てられるという人も多かったです。あとはですね、注釈席についてで、ステージ自体はすごく見づらい席に埋まってるんですけれども、アリーナに配置されるという場合もありました。ということでですね、今回は本当に一次選考どこに応募するかというところが結構キーになってくるんじゃないかなと思いますので、よくよく考えて応募することをお勧めいたします。はい、それでは以上です。アンニョン。